大生になりたいわけ。数学とかは京大の二次試験9割取ったりとか、はい、地理とかはねセンター満点取ったりとかしてるんで、やめろお前らって僕も頑張って偏差値30なんか早稲田受かったんですよ。東大が手間だとするならば、はい、東大は始まりました、もてつチャンネルです。今回はですね、どうも宮間です。ふうみんです。若手 TV です。スペシャルゲストやってまいりました。好きな大学、嫌いな大学とかあるんですか？嫌いな大学はどうこすか、ね、本気で悩んじゃった。いやそうですね、真面目か。まあ強いて言えば慶応っすね。やっぱやっぱなんか森田さん、なんかちょっと慶応ってことでやっぱこの生きてる感が出てるから、ね。まあ今もう東大に多分気持ちはあると思うんですけど、はい、やっぱ元慶応感っていうのはちょっとたまに出てたりする。いや全然出てない、出てない、全然出てない。陰キャの極み。おいやめろ、おいやめろ、お前フォローするかと思ったらディスるな。本当にびっくりしたわ。やっぱ早稲田だから。あ、まあそうですね、それもありますね。早稲田なんでやっぱりちょっと慶応は鼻につきます、ね。そうなんですね、はい、いや鼻につく。いやモテたでしょ、でも早稲田時代。いやいやいや全然そんな、あのミスコに出ても付き合ったりとかそういうことしてない。いやいやいや、聞いてねえぞ。聞いてないから。そうやったんだ。あ、いやどうなんでしょうね、結構ね。全然モテないです本当に。こんなくるくるパワー。でもなんか若手の休憩時間にもナンパするって聞いたけど。おい、どこの情報だそれは。どこの2ちゃんの情報だそれは。なんかね、絶対書いてないだろ。 LINE 聞く企画とかでは、なんかあんまり聞けないみたいにやってるけど、はいはいはい、休憩時間はめっちゃ聞いてるって、はい、いやいや、それリアルなやつじゃんそれ。リアルなやつ聞いてないですからね。はい、あ、じゃあ風味どこある？はい、山、嫌いなのは、はい、青山学院ですね。あ、なんで青学なんですか？まず前提として、うんうん、あんまり努力せずに入れる大学なんで。いや、おい、いや、まあまあ大変。いや、これまあまあ大変です。集中事実ですね。のくせに、うん、なんかいっぱい得てるでしょ、青学にいることによって。あ、ね、すごいモテたりだとか、おしゃれだったりだとか、お金持ちだったりとか、恵まれすぎなんですよ、青学の分際で。いや、おい、お前さ、ちょっと渋に強くないな、ちょっと。いや、それはおかしいと。だって俺、京大で青学の多分10倍ぐらい努力してると思うよ。いや、そんな。なのに、なんか俺の10倍持ってるやん、みたいな。いや、まあまあ、確かにね。だからそれが許せんわけよ。好きな方は？好きな大学、はい、京都大学ですね。いやー、京都大学。いや、まあ、京都大学愛は、やっぱ。いや、京大は大好きっすね。うん。やっぱ心のふるさと。へぇー。東大行ったとしても。いや、それはどうなんやろね。うんうん、いや、ふるさと売るなよ、お前。いや、だから、ふるさとは変わらないね。むず、いや、だから、やっぱ、新天地になじまなあかんや、東大入ったらさ。うん、でもやっぱね、京大生として生きてきた6年間があるから。あ、東大入って1ヶ月2ヶ月とかやったらまだ京大の方が好きなんちゃう。あ、うん、東大入ったらでも卒業はする。いや、したいですよ。お、うん、やっぱり、まあ、やっぱりあの学歴いじるんでね、最終学歴はちゃんと欲しいと思います。頂点にやっぱ立たない、うん、そうですか、ね、学歴、食物連鎖でしたっけ。そうですよ、そこは目指していくわけですね。でね、今東大受験真っ最中じゃないですか、はい、やってます、やってます。え、どんな勉強してんですか？やっぱ英語メインですね、今、うん、で、過去問をガンガンやっていってます。あ、はは、うん、やっぱ英語が一番苦手で。英語は弱いんですよ。うん、やっぱそうなんですね、英語。やっぱ数学とかは京大の二次試験9割取ったりとか、はいはいはい、まあ、社会もね、はい、地理とかはね、センターで6年前ですけど、はい、満点取ったりとかしてるんで、うん、自信はあるんですけど、うんうん、英語がね、ちょっと弱いんですよね。何が難しいですか、東大の英語。やっぱね、いや俺京大型の人間やから、うん、京大の英語ってもう和訳と英作文だけなわけよ、はいはいはい、昔は特に、うんうん、で、だから訳す能力とか英作能力とかやっぱ高いわけよ、うん、でも東大になってくるとリスニングあるわ、長文あるわ、なんや文法あるわ、いろいろあるからさ、うん、ちょっと京大の俺と合わんねんな。うん、ああ、なるほどね。まあ、見てるとき偏った人間なんで、やっぱり、はい、東大のオールマイティーなもんでなかなかさばけないんですよ。うるせえよ。もうライティングとか学歴とかにひたすら酔って詰めていくタイプの人間なんで。なるほどね、はい。そういうので、なかなか。
難しいと、はい、そうなんですよね、はい、あでもそう12時間勉強とかもやってますもんね、うん、あそうそうそう若手 TV の方でね12時間勉強ぶっ通しでやると、はい、あれスーパーチャットで稼ぐためのものですね誰もやってないよ違うスーパーチャット誰もやってない誰もスーパーチャットで俺しかしてないモチさー1回してくれましたね、はい、1000円ぐらいあ本当ですか結構いやもうちょっと入れてもいいいやだ誰も気づかねえあそうそう意味がない確かにね、はい、みんな全然スーパーチャットからじゃ目的じゃないでもねあのやってることによってやっぱ見られてるって意識が出るのよ、うんだから300人から400人ぐらい見てくれてるから、うんうん、やっぱ触れれへんやんそんだけ見てる中で勉強やから、うん、でそういう意味では、うん、あの12時間勉強っていうのはいいかなとおすすめかなとは思う、うんうん、いや集中力とか大丈夫ですかそんなに長時間たまに休憩もしてるんで、まあ、あと集中力ある方なんですよね僕なるほど、うん、そこがやっぱ PM とは違うといやいやいや誰が集中力ない自分ですかもういいじゃないですか僕も頑張って偏差値30なんか終わったら受かったんですよいやすごいですねそうだこのチャンネル見てる人は絶対私立文系の人多いわけじゃないですかきっと、まあ、多分はい、あ、人口的にね比率的に、はい、そうそうすごいね逆転合格ってことがそうなんですよ、なぜ昔はその才能を若手には生かせないいや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 、まあ、賢くないっていうのは伝わってるんじゃないかなと思いますねはいでも周りの人はみんな B 山は憎めないって言ってました、はい、ああそうっすねエロいや B 山のことを知ってるやつがまあとんでもなくミスはたくさんするけどそれどこの人っすかそんなもう結構親じゃないですか僕親レベルで知ってる普通の別の、はい、人だったら、はいはいはい、もうぶん殴ってるけど、はいはい、B 山だから許されるっていうあ本当っすかやるだよ本当に2か所ぐらいが聞きました、ね、本当ですかいや結構だいぶ結構多いっす、はいいやもうそんなありがとうございます生かしてもらってます、はい、そこと才能のこの2人のハーモニーで、はい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 、まあそうですねやってってるわけですもんね、はい、東大いや行ってほしいですねでもいやほんとねそうねいや受かりたいけどやっぱ、はい、だって今まで受験企画ってどこもうまくいってないわけじゃないですかあまあ確かにね、うん、言うたらドラゴンホリエーオードリー春日ロップアツシ全員ダメですから、うん、そんな中ここでねいけた今ちょっといけそうな感じで出てきてるでしょ学力こう上がってってる、うん、そう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 、うん、センターなんかほんとね一気にそう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 センターすごかったな本当にねそうそうそういやびっくりしましたちょっとねおもろい結果出したいなとは思ってますよなるほど、うんどうですか他のメンバーはいけそうですか他のメンバーいや実力はあると思うシュウさんとタケちゃんっていうメンバーがいて、はい、こんな人のチャンネルで名前出すの一回あると思わんかったけどシュウさんとタケちゃんね向かって TV ってやつ、うん、見てほしいんですけど、はいはいはい、まあ実力者ですよねそうですねシュウさんっていうのはもう東大生でまた東大受けるっていう、うん、なかなかのツアーもの、まあ、東大一回受かってるから実力も当然あるわけよ、うんうん、でタケちゃんは、うん、受験コンピューターやなあれはなそうだねもう受験のね、うん、いろんな情報、うん、頭入ってってんのよ。じゃもうね知識がえぐい。もう、まあ、ちょっとオタクって感じですよね。オタク受験オタクですね。でねたけちゃんがやっぱねおもろいのよな。キャラが。やっぱセンター試験僕ら急上昇1位取ったセンター試験自己採点の回があるんですよ。はい、でそのセンター試験自己採点の時にたけ、うん、ちゃんが日本史100点取ったんですね。おお。そしたらおっしゃーってめっちゃ喜んで。うんで最後の方で数学見せたんですよ、はい、数学50点ぐらいでうわあ見ましたけどなんかずっとこんなんじゃないですかうなってる音声がずっとマイクに入り続けてそうあーってだから感情もね、すごいからやっぱね、いやどう YouTuber 向いてると思うな、たけちゃんなあー確かにねいじられけば頑張ってほしいよね、ヒロさんね、生放送ねいや卵放送ずっとこう、はい、最後の方でしょっぱい終わり方だったけどね全然3人とも点数は別にそんな悪いわけじゃなかったけどしょっぱいなんか、はい、頑張ろうなまあみたいないや伸びはやっぱすごいわけじゃないまあまあまあそうね、うん、ただまあその YouTube 的に急上昇1位取ったとか登録者増えてるとかも全然あんねんけどやっぱそれじゃなくて、うん、これ YouTube のためにやってるわけじゃないのよこの東大受験おお、まあ、そうだねいやほんまに東大生になりたいわけよ、うん、いや最初は YouTube 的にちょっとおもろいかなと思って始めたのも本音よ、うんうんうん、でも今は全然そんなんじゃなくて、うん、ほんまに東大行きたい、うんうん、東大って何したいですかでもとまず東大を出たいっていうのと あとね思ったんは東大生でおもろい人とか可愛い女の子とか、うんうん、結構いるんですよあまあお笑い芸人もね、うん、増えましたしね、うんうん、あそう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 、うんうんうん魅力的な人多いのよ。なんかその辺の大学生じゃなくて、うん、もう濃縮されてる、うん、才能とか、うん、人としての魅力とか、うん、そういうのが東大生多いから、うんうんうん、そういう人といっぱい知り合いになって、うん、そうそうそう。
楽しみたいなっていう。楽しみたい楽しみたいというか人生をね、豊かにしたい。人生を豊かにしたい。そういうわけよ。そういう人は兄弟にはいなかったですか。いや、兄弟はね、やっぱね、田舎よ。いや、ほら、お前だからさ、心のふるさととか言ってたのにさ、お前。兄弟売るなって、だから。兄弟はね、いいんやけど、おもろいねんけど、東大の方が尖ってる感じがしますね。あ、そうなのね、意外。東大が虎だとするならば、兄弟はゴリラ。ゴリラ。いや、お前なんかすごい例えが。竜来なかったんだね。そう、大丈夫なんだ。ゴリラ大丈夫。兄弟はね、もう野蛮なんですよ。いや兄弟は野蛮だ。いやいや、お前もまあまあやばいよ。誰がゴリラだよ。学歴ゴリラだよ、本当に。誰がゴリラ。本当にね。そうね、東大はやっぱね、強いのよ、一人一人が。トラ軍団。なるほどね。いや、東大入ったらモテるだろうし。あ、そうそうそう、うん、やっぱりユンちゃんとかね。ユンちゃん、ユキリヌとか。ユキリ、まあユキリヌやったら、まあユンちゃんは多分高卒でしょ。いやいや、ワンちゃん中卒でしょ。お前そこ、あの万有のユンでしょ。いや、それはいいかな別に。まあユキリヌは横国やから、まあ付き合ってあげても全然いいけど。いや、お前どんな目線で言ってんの、お前本当にびっくりするわ。まあね、東大を出て、そうで、東大入ったら、もっと優秀な相方捕まえるから。うん、おい、お前。おい、やめろ、お前だ、それ、ほんとに。まさにやめろ。やっと出たよ、おい。こっちのやめろ、お前。こっちがやめろ、こっちがやめろ、ほんとにね。今のところをピークに持ってこい。ありがとうございます。そんな需要ある、やめろ、お前。やめろ、お前。おー、みたいな。やめろ、お前、来たな。コメント、コメントだ。みんなやめろ、お前。そうですね。はい。みんなやめろ、お前。とりあえず、飯食うとかやります。大丈夫ですか。トリック、あ、トリックね、すごい。どうせカットされるからいい。トリック満点の味がするとか言わなくて大丈夫ですか。学歴の素晴らしさを、ね、はい、ぜひ伝えてあげてください。伝えてやって。学歴に勝る財産はな。おお、名言出ましたね。本当ですか。ちょっと突っ込んだ方がよかった。大丈夫。大丈夫。はい。そうですね。今回はじゃあ、わかって TV のお二人にお越しいただきました。ありがとうございました。はい。じゃあ今日この辺で、バイ。